はい、こちらのコーナーはゲストをお迎えしてお話を伺います。今日のゲストはもう皆さんおなじみでございます、マネックス証券執行役員インベストメントストラテジーズの塚本則博さんです。塚本さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、来週火曜日には大統領選挙なんかもありましてですね、はいろいろと賑やかいいですねまあ本当にですね、お祭りで終わってくれるといいんですけどね混乱だけはしてほしくないなというふうに思うんですが、さあそうした中でですね、塚本さんにはいつもグローバルなお話を伺っておりますが、はい、今日はどのようなお話になりますでしょうか。はい、今日はまさにそのですね、米国の、はい、まあ、アメリカのこう債券市場の投資戦略、まあ、足元の認識と投資戦略について、はい、ちょっとお話しできればと思ってます。はい、お願いいたします。はい、で早速ですけれども、ちょっと最初の資料ですね、ご案内の通り、10年金利、上段になりますけれども、まあ、ここ数ヶ月見ていただくと、ちょっとまあ9月から上がり始めているというところです。はい、で10年金利をですね、短期金利とそれから長期に対するこうプレミアム、タームプレミアムなんて言われますが、はい、そういうふうに分けたときに、下段にですね、タームプレミアムご紹介してますが、はい、この10年金利の上昇が、まあ、タームプレミアム主導ですというところなんですが、このタームプレミアムと一緒に動いているのがまさにそのトランプ勝利の予想ということで、はい、もうトランプ氏が勝利することで、まあ、財政が出てくる、そのことによって、はい、タームプレミアムが上昇しているというのは、一つ解釈としてできるのかなとは思うんですよね。そんな中で、じゃあちょっとこのタームプレミアムどこまで上がるのか、10年金利どこまで上がるのかと、なると思うんですが、ちょっと次のスライドですね、はい、長期的なタームプレミアムの推移というものをちょっとご紹介したいんですね。はい、はい、でこちら1990年から、見ているんですが、はい、タームプレミアムそもそもは、非常にレンジが広いんですが、90年代それから2000年代は0から 4% ということで、はい、まあ、それでもレンジ内で推移していたんですよね。はい、それがやがてこう金融緩和を迎えることによって、はい、で下下がりのトレンドになりました。で、はい、金融緩和一段落、まあ、緩和状況は続いていますが、その中でまた新たなこうレンジを形成していたというのが2016年以降なんですね。でこの2016年というのがまさに前回のトランプ政権誕生時なんですよね。はい、で実はそれ以来タームプレミアムって揉み合っています。うん、でこの中でもですね、2016年に急激にこう上昇して、はい、ちょっとピークをつけた時、これがトランプ就任時なんですよね。はい、でやっぱり同じようにタームプレミアム高まりました。はい、でやがて落ち着きました。コロナを経て、コロナの財政政策、財政刺激策が出たことによって高まったタームプレミアムも実は同じような水準で止まりましたと。はい、でやがてまた落ち着くんですけれども、はい、23年ですね、ポンと上がった時は、アメリカで政府閉鎖というような懸念とともに、いわゆるこう予算の揉めた時期ですよね。この時にもやっぱりこの水準、ちょっとやや高めではありますけれども、はい、なったということです。つまり、目下の頃、現在のこう金融政策との関わりの中で、はい、タームプレミアムというのは基本的に、まあ、一つ、まあ、上限を見て推移はしてきたんですよね。まあ、今後これがまた構造的な転換を迎えるのかというのは当然注意しないといけないんですが、そういった意味では今回も一つタームプレミアム主導による金利の上昇というのは良いところまで来ている。トランプ氏が就任することでもう一段上がるとしても、まあ、数十ベーシスのところで一旦は上限に達するというのは注目すべき水準かなとは思っています。はい、でちなみにということでちょっと振り返って、はい、前回のですね、トランプ就任時の2016年近辺の長期金利のローソク足を上につけてるんですね。でローソク足がピンと伸びたこの時がまさに就任時でした。はい、じゃあその後長期金利ずっと上がっているのかというと、揉み合っていってやがては下がっていきました。はい、何が動かしていたのかというと、財政懸念等による金利の上昇というよりは、はい、黄色い線に沿ってるんですが、黄色い線は企業景況感なんですね。おー、 ISM 企業景況感を持ってきたんですが、はい、まあ、要は景気サイクルに沿って金利はしっかり動いていたということは一つ今回も注目したい点だと思いますし、はい、実はこれ下段に FF 金利をもう形状からしてあれなんですが FF 金利をつけてます。はい、で
前回は金利上昇局面だったんですよね。景気が良かったんです、そうですね、はいはい、今回はマチュアな状況に入って再度加速するのか、まあ、ただ労働市場が非常に良い状況ですから、はい、やっぱり減速、ここからサイクル的には減速していくと見ておいた方が良いかと思いますし、どちらかというと、まあ、断続的な利下げというのがコンセンサスな中で、はい、長期金利が一方的に上がっていくのかというのは今のところはちょっと可能性は低いかなとは思っている次第です、まあ、つまりちょっと金利にはちょっとピーク感が出てくる頃合いかなというところなんですよね。そうですね、はいはい、そんな中でじゃあちょっと金利のちょっと投資戦略の方に話を移していきたいんですが、はい、いわゆるこう株でビックス指数なんていうものをですね、債券で取ってきたものがちょっと次のスライド、はい、この上の指数ですね、やっぱりちょっと債券タームプレミアム主導で上昇している中でボラティリティも高まっているということなんですが、はい、一方で、国債ではなくてクレジット、そこにクレジットですね、スプレッドを乗せたクレジ、あ、ごめんなさい、スプレッドを乗せたクレジットモードの、はい、ものを見ているんですが、これはそのスプレッドの推移なんですが、はい、投資的確のスプレッドというのは非常に低いです、そうですね、はいはい、一方でハイイールドのスプレッドも非常に低いです、まあ、上乗せ金利が非常に低いということは、はい、まさにこう景気の良さを反映しているというところなんですが、これだけスプレッドもタイト化している中で、はい、こういうクレジット投資に妙味があるのか、はたまたこういう国債にちょっとボラティリティが高まる中で、まあ、どちらに妙味があるのかという話をちょっと今日簡単に紹介しているのが、次から資料になるんですが、はいはい、じゃあまずそのクレジットですね、現在のこのタイト化した水準で、もし投資をした場合、はい、ここから3年間でどれぐらいのリターンが出るのかということをですね、こちらが投資的確、赤が投資的確債、はい、緑がハイイールドなんですね、横軸にスプレッド、歴史的なスプレッドの水準を取ってます、はい、じゃあこのスプレッドの水準でこの債券を買った時に、はい、今後3年間でどれぐらいのリターンが出ますか、まあ、過去出てきましたか、はい、という分布図なんですね、はい、そうするとで今の水準が実は青なんです、はい、なので今の水準でいくと期待リターンというのはプラスにもマイナスにも大きく振れてしまうというところなんですね。やっぱりこう見るとクレジット投資は当然ながらスプレッドが乗ったところで取るというのは非常にこうリスクリワードが良い、そういった意味ではちょっと今はリスクリワードがそんなに良い状況ではないなと思っていますし、このリスクを取るのであれば株式で同様のリスクを取っている感覚になるのかなと、はい、思う次第なんですよね、そうするとやっぱりだいぶ投資家としては積極的にはちょっと行きづらいですよね。そうですね、ちょっとクレジットは割安とは言えない状況に入ってきたというのは、まあ、スプレッドのタイト化の水準もそうですし、こう過去の経験則で見た将来の期待リターンもちょっとこれだけ凝縮されてきているというところかなと思っています。はい、じゃあ一方で国債はというところで、はい、ちょっと国債はですね、ちょっと ETF を使って短中長期債という ETF がありますので、はい、それでちょっとご紹介しています。これはいわゆるこう金利の推移なんですが、はい、ETF でいういわゆるこう配当の部分になるんですよね、ちょっとその推移ですが、もうご案内の通り金利が政策金利の上昇に沿ってで、どの年限の債券の金利もまあ上がってきているので、はい、配当利回り上がってますねというところですよね、はい、なんですが、じゃあこのそれぞれの利回り水準で、投資をした場合に今後3年間期待されるリターンってどんなもんかなっていうのを、はい、ちょっとこちらでご紹介してます、はい、短期債上から中期債長期債となるんですが、はい、まあ、短期債って短いので、利回り 3.8 って書いてありますけど、これまあ持ってればそのリターンが出ると、はい、いうことなんで、ちょっとそれ以上補起しなかったんですが、一応まあ横軸が利回りの水準です、はい、先ほどと一緒なんですけど、で縦軸がその3年間の期待されるリターン、まあ、過去のリターンから、はい、今回はどう期待されるのか、今ここなんで、まあ、大体やっぱり、十数パー、3年間で十数パー、年間直すと3パーから4パー、
ですよね、はい、配当分は期待できると、うん、じゃあ中期債はどうかっていうと今の水準でいくとこの位置にありますので、はい、年率で 6.3% 平均 20% のリターンですし、あと注目したいのはマイナスであったことがないんですよね。あ、これが過去のレンジとあと平均値なんですが、はい、マイナスであったことがないというのはあの心強いところかなと思います。長期債に至っても同じなんですよね。で、はい、やっぱり長期債の方があの利回りの高さから平均リターンも高くなっているというのは、うん、あのお分かりいただけるかと思います、はい、ちょっとそうするとですね、まあ、ここまでこういうご紹介をしたんですが、債券投資ですね、クレジットなのか国債なのかっていうのは、まあ、まずアメリカの場合あると思うんですが、うん、はい、クレジット投資ですとかなりリスクリワードが悪くなってきているし、やっぱり同様のリスクっていうのは株式の方で、はい、取った方が良いかなという次第です。一方で、国債ですね、金利の方ではあの、まあ、金利が高くて妙味が出ている中で、まあ、金利リスクを取っていきましょうと、はい、いう形になるとは思うんですよね、はい、で最後ご紹介したようにやっぱり中期債、中期債大体まあその10年ぐらいのタームですけど、はい、であれば非常にこう程よい、リスクリワードになるかなというのは言えると思います。長期債になるとより高いリターンが狙えるというのはあるんですが、はい、ここで当然ながらリスクとしてあるのはさらに金利が上がってしまったとき長期債の方がやられやすいんですよね、はい、価格が下がるということですね。そうですね、はい、価格が下がって、毀損しやすいということもあります、はい、そのリスクを取れますかというところにはなるんですが、ポートフォリオというイメージで考えたときに金利上昇してしまいました、まあ結論的には当然中期債というのは一番その程よいですよというのはあるんですが、まあ、長期債を使ってもポートフォリオの中で、はい、じゃあまあ金利上昇してしまいましたと、で債券の長期債の部分はこうポートフォリオとしては毀損するけれども、まあ、おそらくは株なりその他の部分のリスク資産でまあ十分保管されている、はい、つまりまあ分散投資の一翼をまあ長期債が担って、まあ、やられてはしまうけれども、はい、一方でじゃあ金利が低下した場合は、あのまあ、特にそれがこう景気に対する懸念とともに低下するような時というのは、長期債のポーションというのは非常にこう分散投資として効力を発揮するという部分は、期待できるかと思っています。そういった意味で中期債や長期債というのをこうポートフォリオに組み入れる意義というのはこの過去の、リターンの実績からしてもあの期待されるような状況ですと、はい、あ、そうですね、はい、わかりました、まあ、やっぱり景況感どうなるか、あと金利の動向もどうなのかも含めてちょっと見ながら、まあ、組み入れるのであれば、はい、どの債券を選ぶかというところになってくるということですかね、はい、まあ、ETF でもそうですよね、はい、はい、分かりました、大変参考になりました、今日のゲストはですね、マネックス証券執行役員インベストメントストラテジーズの塚本範弘さんでした。塚本さんどうもありがとうございました。またありがとうございました。お願いします、はい。